あら仲いいね、あんたら。うん、プリッチだね。プリッチやね。サムちゃん、今日ね、いいもんあるよ。起きる気ない？ほっちゃん、おはよう。今日ね、いいもんあるよ。幸せになるアイテムだよ。ほんとよ、楽しみやね。なんだなんだ、じゃじゃーん。どうですか、どうですか、どうですか。おーおお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 お、詐欺やね、なんか。うん、どう。では早速開けていきましょう、はい、え、すごい、え、すごい、おおおお、大きいね。すごい、めちゃめちゃいいんだけど。よっぽど柔らかいんだね、サムリがフリフリするってことはね。しかも一発目で。ね、そうだね。すごくない？すごいね。え、すごい、え、すごい。こちらですね、はい、まるで猫のようなモフモフ中綿入り、あっ、って言ったね。すいません、邪魔してしまいました。はい、こちらはまるで猫のようなモフモフ中綿入りサークルくつろぎクッションと、まるで猫のようなモフモフブランケット吸湿発熱綿入りでございます。イエーイ。どうですか、サモさん。ずっとモフモフしてるけど。モフモフしながら歩いてるね。ねえ、多分一通り終わったんじゃなかった、この場所。すごいね。こちらの、クッションと毛布はですね、まるで猫のような触り心地を追求した商品になってまして、結構すごいよね。めっちゃリアル。こう3文字触るじゃないですか、3文字さんを触りながらここ行けるもんね、うん、ほぼほぼ変わらん、うん、もう一緒、もう猫って感じ。猫って感じだね。ねえ、サムちゃん、めっちゃ気に入ってるじゃん、あんた。サムちゃん、これは猫やね、これは。それはお母さん思い出すな。なあ。これ家族やわ。ファミリーだわ、これ。おお。なんていうの、その猫アレルギーで。うん。猫飼えないけど、うん、このね、触り。この触り心地？そう。この触り心地を体感したいっていう人は、うん、結構おすすめですね、本当に、うん。すごい気持ちいい。あとさ、これさ、うん、思ったんだけど、大人とかもやけど、子供も好きそう。なんか子供が 寝てそうなイメージがする。うん、そうだね。猫もだけど、確かに赤ちゃんとか。そう、赤ちゃんとか。こう上に乗せて。そう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 、こうベッド代わりにみたいな、うん。このちょっと根元が黒いんだよね。うん、猫が毛先が白だから。ああ、グラデーションになってて。猫のこのなんか。そうだね。毛の再現。毛の再現されてるっていうのはすごく伝わってくる。うん、これ何がすごいかって、なんかその。猫ってさ、触るじゃん、うん、少しずつぬくもりが加わってくるのよ、うん、最初は冷たいんだけどね、うん、これも一緒なんだって。最初冷たいけどどんどんじわ、あ、ほんとだ、すごくない、ほんとだ、
めちゃくちゃ再現されてる。これマジやん。これすごくない？すごい。え、マジで、うん、こう置いて1、2秒ぐらいであったかくなる、うんうん、でそれが猫のぬくもりっぽい感じがする。わかる？わかる、わかる。これはね、めちゃくちゃリアル。ほーちゃん、リアルやろ、これ。これめちゃくちゃリアルだよ、うん、乗ってもいいよ。どうぞ。え、これめちゃくちゃ気持ちいいよ、マジで。え、これやばいよ。ちょっとやってみ。えげつねえよ、これ。マジで癖になる、うん、ああああ、いいね。どう？やばくない？ねえ、なんかふわふわ、ふわふわだよね。浮いてるっていうか、なんか、あ、そう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 、なんか雲の上に乗る感じ、うん、雲の上におったことないけど。そう、猫やね。幸せですね。写真フォルダーがね、うん、この絵で埋まった。かわいすぎて。かわいすぎて。マジかわいい。こちらですね、販売数がね、ちょっと前まで少なくて結構売り切れてたんですけど、2月以降工場の稼働が間に合うようになったんで、生産数が大幅に拡大して購入しやすくなってます。素晴らしいね。なんで今ならね、余裕を持って購入できるので、うん、ぜひね、概要欄のリンクから気になった方は、うん、覗いていただけると、はい、嬉しいです。これ思ったのが、うん、自分用のだけどプレゼント用にもいいなって。そうだね、うん、結構価格帯もね、お得だからね、うん、なんか普通にね、猫好きな人とかもそうだし、うん、疲れを癒してあげたいとかリラックスしてほしいっていう人とかにも、うん、なんかプレゼントしたら外れはないなって思うようなご友人、ご家族、そう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 、ね、もらって嬉しいって思った。嬉しいよね、うん。